お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらのラボホリやっていきたいと思います。さあ、ということでシーズンね、終盤ということでマルチでやっていくんですけど、9000どうなんだろうな、マジ絶妙なラインですね。なんかマジで1人2人出そうな感じがしてます。上84いかないぐらいで残り8日なので、まあ、マジでね、はい、ほんとトップ目指しながら、9000ちょっと憧れがね、やっぱありますから、9000目指して、そういった更新目指して、やっていきたいと思います。で、このラボホリで一人だけね、トロ上がってる人います。なんで、まあ、環境めっちゃいいわけではないですけど、まあ、戦えないこともないというラボホリですね。で、メガゴがインドとか、で、スケギンはもともと盾の戦士とか、バーバリアンとか、まあ、バルキリーとか、まあ、いろいろほんと替えが効くので、まあ、全然その辺にね、しても普通に使えるかなと思います。さあ、よろしくねと。でね、このラボホリは、まあ、スケキンのメリットとしては、まあ、墓石とのこの相性がいいですよね。そうで、あとはラボを出さずにスケキンを盾として、スケキンホバディガーとか、スケキンスケドラディガーとか、なんかそういった戦術も、できるようになるのが、まあ、スケキンのちょっと強みかな。例えば相手がインフェとか持ってて、ラバ全然活躍 しねえじゃんとか、ラバ出しても意味ねえじゃんっていう時に、スケキンがすごい活躍してくれるよねっていう、でスケキンにインフェ咲いたらラバ生きてくるよねみたいなのが、まあ、強かったりします。大体今回高回転ディガーみたいな、バルーンかこれもしかして。さあ、もうこれスキルはね、使えそうなら使い得ですし、相手これホバー、あーホバーはコウモリうまっ。あ、でもホバー、あー残んねえか、残んねえけど、いやめっちゃねプレッシャーすごい。さあ、というわけで今回はハンターバルーンですね。タロイキ。なんだ、おとといぐらいに僕も動画上げたやつかな。アイゴレだったか覚えてないけど、顎だった気もする。うん。さあ、で、まあラバホリ、まあバルーンは、まあほぼ、メガゴがね、結構強いんで、マジメガゴスケドラで頑張ると思ってください。よいしょ。雪ダム来たらこれえぐいですけど。はい。痛い。さあ。まあやっぱラバー出した瞬間であったりだとか、今ね、墓石サイトバルーンユードできなくなるので、まあそういった瞬間にね、もう相手は攻めてくるしかないですね。そうなので、まあ僕は逆にラバーを展開しないでいいですね。ここで展開せずに、やっとこうが正解だと思うんですけど、ハンティングビーストくんね、なかなか厄介ですね。あとコウモリ、もう地味にめんどくさいんですけど、またスキルは使いどっかな。ワンチャンコウモリ、穴埋めでもいいかもしれない。これハンター咲いたらとかね。さあ。でもまあさすがにこれ穴埋めと。メガゴ頑張れると思うんだよね。よしよし。相手からしたら、こう守られると絶対うざいですから。で、こうキツラボは逆サイぶっ破されてやられるんで、スケキンから入ります。はい。うん。でさあ。ここで釣りながら、で、ホバで、ちょっと頑張ってもらってね。で、スケキンのスキルがね、溜まるんですよ。いや、そんな誘導やだな。これさ、ラバフタ行っていい気がすんな。ダメかな。だいたいハンターとか落としたい。あー、で、コウモリか。あ、なんか左が頑張ってる。なんでそっち行ってる。さあ、で、ハンターここに来るっすね。来ないのかな。さあ、まあ、高め来る。まあ、ラバスケドラ組むだけちょっと相手からきつそうなんですけど。よいしょ。さあ、これ、ワンチャンバルーン来ても怖いですけど、まあ、これは遅れてスケドラでいいですね。コウモリ絶対。いやー、なんかでも思ったより守られますね。さあ、これ、スケキンも組み合わせて、いや、結構、エッチな形ができてるぞ。チアの形ってなんだよっていう話なんですけど。でさ、ここはコウモリがサクちゃん。いやー、スケキン頑張って。オッケー。さあ、これはホバスケドラがね、無双でしたね。相手がタルユキだったので結構守られてて怖かったですけど。さあ、ナイス。でも、まあ、このデッキあちゃくいつらいっすね。あちゃくいの動きが本当にないので、まあ、墓石でしのぐとか、あとはラバでね、あちゃくいのターゲット取って、もうラバで受けるぐらいしかできないですね。さきだ、よろしく。ソラピさんね。モーターって書いてます。迫撃ですね。で、迫撃か。拾います。え？やばすぎるだろ。俺がトレンドだったらもうグッドゲームっすよ。運ゲータイプじゃないですか。これ許されませんね。これはさすがに許せないですね、今のは。
今のはじゃんけんだ。さあディガー、ムート、いやでも迫撃っぽい顔はしてますね。うん、さあやべ、ボス機めっちゃずれた。まあまあいいや。さあラバで受けちゃおう。で相手の後は対空次第かな。うん、とスペルはファイボだと思うんですよ。ウッドファイボとかで、ガゴムレ系がいるか、まあコウモリがいるかとかだと思うんですけど。そうそう、これはもう許容で、まあホバをコウモリだけでね処理されるとかがすごい厄介ですよ、ね、スケドラ欲しいな。あ、ガゴムレか、まあ、やられるのよかったけど、まあまあ、これスケキンのスキル地味に溜まってますからね今。これ使い得っすね。いやこれは両サイあるよ、いいよ。あ、ファイブやめてー、ファイブやめてー。でもコストがないね絶対。さあ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 、いやムート立ててん、ちょっとね痛すぎたんですけど。さあそれよりもね、倍返しでダメージ与えてく。ディが内側好きっすね。まあこれは拾えないですね。さあ2000か、これ29守って2000落として21で勝ちたいっすね。相手も対空がヤリゴブ、ガゴムで、コウモリいねえのかな。さあさあ、まあ宝石置いてね。でムート、おー、いや結構ゴリゴリに来るっすね。これ多分逆サイ来ても別にスケキンあるし、ファイボー使ったんでほぼ無双でしょ。なんだこれ、裏エッチじゃない。いやめっちゃいいスケキン。さあからのホバーメガゴ出して、さあウッド、これは諦め、オーケー。いやめっちゃいい。さあさっきのスケキン良かったですね。さあさあさあ、まあなんか僕はね、その一発ドカンのダメージ与えれることはあんまないので、ほんとね相手の攻めを守って確実に守ってみたいな感じですね。そうだからもう一生守ってください。ラバー出した後もある程度は守んなきゃ、バルみたいにね破壊力ないのでこのデッキは。さあもう粘り耐え耐えですね。でムート立ててみたら守れねえってなったら、まあ、ユニット残すようにホバとかで受けてカウンターですね。でカウンターで両サイドポキポキです。いやーいいですね。墓石マジで最近強いんすよ。なんかとりあえず入ってますね、いろんな敵に。やべ、若さが足りん。まあエレジャエラーボとスケラゴレ、まあ、ぐらいしか思いつかないけど、なんか安牌なね施設になりましたね。前までもゴボウリテスラしかいなかったんですけど、まあ今いろいろ打っちゃいるっすからね。これジャイプリっすね。うん、さ意外と陸が厄介にはなってきそうだけど、このメガゴはちょっと強いんじゃない。まあ後からダクペイとかジャイとかで竹取ってからのメガゴっすね。おお、最高にメガゴ、しかもファイブ使ってない。わあ、2発強いな。そこはちょっと高めで止めてあげて、スケドラにも頑張ってほしい。ザップかな、遅れて。うん、いやもうスケが紛れてる。いい、竹取って竹取って。さあ、いや宝石がいい味出していく、マジで。うん、3コストだね。とりあえず脳死で出せるって強いんですよ。ここ最近ゴーストいうのもすごい強くなってるんですけど、まあ、3コストなんですよ結局。うん、3コストってやばいっすよね、クララにおいて。出した瞬間にクロスを置かれても守れますし、まあ何サイトも守れるんですよ3コストってぶっちゃけ。うん、いやこれもう守れないっすよね。でも頑張るっすけど。うんまあ頑張るっすけどね。まあまあこれはしょうがないっす。まあ相手でもこれがねこれが地味にうざいっすよね。だからファイブってきそう、さすがに。これユニットで守ってくんのか。おお、うまいな。さあ僕はもうディガーで削れるので、あとここ相手もう無視で一気に来るっすね。あとスケキンのこれスキル貯めたいっすね。よいしょ、スケキンでチャージしてメガゴがちょっと高かったっすね。スケキンスキルで陸受け増やしてファイブを着て
スホバー戻して、オッケーオッケー、いやボスギ頑張ってる、ボスギ頑張ってる、いやこれ許容、いや痛いけどこれぐらい許容でいきましょう。痛いけど、さあここでねボスギ使ってたら次守れなかったんだよ多分。さあプリ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 だけリクジャイがね、ジャイが、ジャイ、ジャイ出すの忘れとる。オッケー、スケキン、オッケーオッケー、スケキンマジスキル使ってくれたら、あとは、さあなんとかなるよねと。まあ、しょっぱなのダメージ、でかすぎましたね。あれ、なかったらちょっとヒヤヒヤしますけど、やっぱファイボがね、ホバもスケドラも、まあ、どっちか絶対やられて、メガコもやっぱ厄介だったので、まあ、墓石のね、大活躍ですよね。さあナイス。あ、アイスブラストさんだ。いや、メガナイトじゃないかな。あれ、全然違ったら申し訳ないんだけど、結構前に当たった覚えがあるんすよ。いや、あるっすよ。メガナイト、ゴーストプリンスとか。なんかメガナイト、なんか同じようなデッキ使ってたイメージがあるんすよね、僕の中で。うん。ああ、もう違うわ。あ、でも、陸デッキみたいな。まあ、ペッカか、まあ、今ね、アチャクイエリババ神器っていう神器がバカ強いんですよ。もうごめんなさい。全然違う。まあ、でも、ゴーストユーのゴルネおじさん。で、これも受けれないんで。まあ、メガゴで強ですね。いやー、これマジェチェとかで射抜かれるの嫌だな。いや、そうっすよね。で、もう一個対空がアチャクイだった場合。あ、でもゴルネいるからアチャクイじゃねえのか。いや、この、あ、まあ、スケドラはいいか。あのマザネク、じゃねえ、マザネクじゃねえ、誰だよ。おっちゃんだ。しばいて。あ、よし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 、さ。まあ、相手のね、ソラが、マジアチャか。まあ、マジアチャ潰せれば、全然さ、マジアチャ延命されてしまえば負けですね。まあ、それだけですね、本当に。相手のマジアチャを処理できるかできないかの戦いですね。さあ、ここは、陸温存で、メガゴ許容でいいと思います。まあ、相手ラバーの後ろのホバーが厄介だと思いますね。うん。まあ、メガガも厄介じゃ厄介ですけど、エリキの範囲、2体の攻撃の片割れだったりとか、うん。マジアチャの角度で、とかで、まあ、結局やられちゃうんで、メガガって。うん。まあ、防衛では優秀ですよね。まあ、墓石出したいけどな。さあ、一旦受けから行こうか。さあ、男の許容。マジで許容しかせんやん。え？ライトニングなんだけど。まさかの。許容しかせんやんってなるんですけど。いや、許容ゲーなんでクラロワって。で、ここ今ライトニング使ったんで、ブッパですね。うん。いや、さすがにそれうますぎん？まあでも、さすがに守れないでしょ。チーターとかじゃない限り。あれ？守られそうなんだけど。チーターじゃないですよ、別にこの人。普通にうまいだけ。マジか。あ、でもさすがに降りろ、さすがに落ちろ、落ちろ、オッケーオッケー。さあ、あとは、俺がこの800を守ればいいだけ。800をね。なんとなく裏。うん。マジでちょっと出しにくいな、さすがに。あ、オッケー、さすがに。オッケー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 。さあ、危ないですね。ヒヤヒヤしますけど。マジで相手がマザネク、あとはまあウィザードとかもか。とか、こういう遠距離系の処理できないのね。すごい残ったら厄介なやつが来た時に、確実にこうディガーヤナメで処す。で、ディガーヤナメで、例えばダクプリとか言うので延命されるかもなって思ったら、まあ、ディガーを飛ばさないとか。一旦しのいで、そのディガーヤナメ飛ばすコストを、自陣で使って確実に守るとか、するのが大事ですね。マジで相手の遠距離対空潰せたら勝ち、潰せなかったら負けになるんで、確実に潰せるときは飛ばして、潰せなさそうなときは飛ばさないとか大事ですね。まあ、リガラの飛ばす位置とかもね、まあエロさがあればなんとかねみたいなとこあるっすけど。アイアムなんちゃらって書いてあるの、これなんて読むんだろう。グリンゴ。おい、いやー、むずっ。宝石置いて宝石壊せるのちょっと嫌だったっすね。初手端はやばいな。二択ゴレイ、レジャイ、どっちかっすね。いや、ゴレイ、レジャイ。あ、これホバでルート強制したいと思ったけど、しなくても勝手に行ったっすね。
さあ、すごいデッキ来たな。ダクプリボンバーバルーン、ペッカバルーンスキラか、もしかしてこれ。いやー、そうだ、ペッカバルーンスキラ来た。いやー、これ、ケツラブしたら、ハシメペック来るかな。来たら来たでいいか。相手対空エレキしかないですね、これ。エレキ取るの嫌だと思いますね。うわ、そうっすね。なんか海外の、うわ、名前忘れた。ペッカバルーンスキラデッキをこれをもう使いこなしてる人がいるんですよ。え、マジで名前忘れた。結構有名で。その人のデッキっすね。うん。まあ。やばい、これ。ちょっと。ペッカ連れてねえし、ペッカに穴埋め当たってないっていう、マジで、よくわからんことしてるんですけど。まあ、エレキで踏んでくるかな。ああ、穴埋めあるの忘れてた。やべえ、ちょっと待って待って。急に沼。急に沼。いやー、まあ、バルーンつけらか。なんとも言えねえな。後ろにスケラ用に置きたいけど、バルーン用に前にも置きたいでしょう。うん。これ守れねえかな。まあ、捨ててもよかったけど。これでも、マジで。カウンター、回収して、コバ絶対きつい。スケキンスキル連打。いや、嫌な命令、これやばいな。バカ強えわ。全処理する。これさては、相手の破壊力化け物なので、守れないですね。気づいた。逆サイバルンスキラーしてこい。いや、してこないか。トルネヤナーメレキ意外と守られちゃうんだな。ね。いや、おしゃれおしゃれおしゃれ。ねじ込んでスキル使っちゃおう、暇なんで。よし、こうなれば俺の方が有利じゃないのか。どうなんだ、こう流れば流れは俺だけどな。いや、これボンバーとかで壊されるんだから。ガイモ相手ホバスケドラきついからね。これだってスケラでしょ、スケドラあればね。いや、これ、橋前ペッカ来るのか、もしかして。なんか、おぉ、橋前じゃないのは全然いい。これ許容します。あの、ドラゴンが、ドラゴン一生飛んでる。あえてやってる、そのエレキ。そう、ドラゴンが一生飛んでる。さ。あ、もう、あ、やなめか、これ。もう一回行こう。もう一回、レッツゴー。スケキンのスキル、これ、使ってってことだよね、これ、間違いなく。で、スケドラは、溶けちゃうんだね。ああ、ギャン。そう。いや、トルネイアナメエレキだけででも、こんなに戦われるんだね。やだね。もしかして、キングが。いや、さすがにか。ああ、ギャン。ナイス。いや、まあ、神相性ですね。ぶっちゃけ神相性だと思うんですよ。後衛全部残るし、相手対空1枚なんで。まあ、なんすけど、バルーンスケラー怖いっすね。一本折られるとヒヤヒヤしますね。ナイス。はい、ということで今日ラバホリやったんすけど、まあ、マルチでね、ラバホリって、まあ、あんま見ないかもしれないんですけど、まあ、大会とか多いイメージかな。まあ、ラバホリ自体ね、すごい強いデッキなので、もうほんと昔からずっと存在するね、形でもありますし、皆さんもぜひね、はい、使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。お疲れちゃんです。またねー。